推定気象分布、水景気象分布は気象庁が発表する気象情報の一つ。アメダスや気象衛星の観測データ等をもとに天気、気温、日照時間のきめ細かな分布を算出し、視覚的に把握できる情報である。これを利用することでアメダスなどの観測者のない場所の状況も把握することができる。この情報は面的には 1km 四方のメッシュの細かさで、 天気は5種類、気温は摂氏0.5度ごと及び日照時間は0.2時間ごとのそれぞれの単位で表す。情報は1時間ごとに更新される。なお、観測所を含むメッシュの値は、そこでの観測データとは必ずしも一致しないことがあるため、面的な広がりに着目して利用する必要がある。推計気象分布のうち天気を示すものは、 気象衛星ひまわりによる雲の観測データから晴れか曇りかを判定する。また、降水の有無は解析雨量を用いて判断する。雨か雪かの判別には同じく水系気象分布も使用される。この情報を利用することにより、気象レーダーや気象衛星など複数のデータを個別に参照することなく、容易に天気の分布を把握できる。 水系気象分布のうち気温を示すものはアメダスの気温観測値などを用い、標高による気温の違いも考慮して作成した情報であるため、観測所のない場所でも標高に応じた気温の分布を知ることができる。水系気象分布のうち日照時間を示すものは、主に気象衛星ひまわりによる雲の観測データに基づき作成した全1時間における日照時間の情報である。 これにより観測所のない場所でも日照時間の分布を知ることができる。ありがとうございます。